招集会に入ったところで難関勢が動きました。2番里見浩平が上がっていきます。相馬武信をまずは抑えて2番里見浩平、第2コーナーからバックストレッチ、4番永井優斗が先頭、盛んに後ろを振り返っています。アウトコースから行くのは難関勢です。ジャンが鳴って4番永井優斗はここは車を引きます。埼玉東京図は車を5番手まで下げて、いや4番手の後ろに粘っていますが、5番手まで引きますか。4番永井優斗、4番手から内をすくって4番長井優斗が2番手まで上がりました。5番の篠田難しさ、番手まで上がった4番長井優斗、最終今第2コーナー番手を奪いました4番長井優斗です。ここから今度は3番の相馬武がまくっていきます。東北勢がまくっていく、残り200を切っての3コーナー、3番相馬武が2番手から先頭、2番里見越えの横まで上がってきた、後ろ1番の坂本隆、4コーナー回りました、3番相馬武がまくり切った、後ろは1番の坂本隆が追い込んでゴールイン、1番3番、そして7番山城光久。埼玉東京勢を抑えて打賞周回、3番竹山啓太が4番手のアウトコースに上がって、7番尾形剛は車を下げて4番手で止まりました。第2コーナー竹山啓太が車を進めていきます。1番の対馬太陽がここは東北勢を行かせてジャンです。600を切っての3コーナー、7番の尾形剛がすぐに上がって2センターから4コーナー回っていく、尾形剛が4番手に上がっています。内に1番の対馬太陽、4番手は並走状態、今 400m を切りました、腰を上げています。3番竹山啓太がスパート、3番4番6番のトークライン、中段4番手外並走は7番車の尾形剛、インコースに詰まった1番対馬太陽、2コーナーからバックストレッチ、7番の尾形剛のまくり、2番の工藤隆雄が離れた、最終3コーナー4番車石田武彦ブロック、2センターから4コーナー回った、先頭は3番竹山啓太、7番の尾形剛がブロックを加えて踏み込んでいく、先頭は7番の尾形剛に変わった、外から9番車が伸びてくる、7番9番2レース A 級予選競争。800を切っています。吉武直樹、まだ5番の鈴木一郎を抑えて3番手は並走、マイク体制は東北勢4番2番、第2コーナーからバックストレッチに向かいます。吉武直樹が仕掛けて4番玉木秀則はどうするのか、東北勢は引きました、ジャンが鳴って残り 600m、 3番の吉武が流しているところ、5番車の鈴木が叩きに行ったんですが、寸番3番吉武直樹がペースを上げました。ここで中段に5番の鈴木一郎うまく入りました。4番の玉木秀則は7番手に交代、400を切って2枚1センターです。吉武直樹が主導権、難関勢3番7番9番と続いて、中段4番手も5番の鈴木雄一郎、やかに車間間を切りながら200を切っての第3コーナー、鈴木雄一郎まだ仕掛けず、3コーナーが今2センターで車を外に持ち出す5番の鈴木雄一郎、先頭は3番の吉武直樹が粘る、直線は7番車の今度は栗谷が伸びて、外から5番の鈴木雄一郎が届きました。2番車浅沼清人も前々に踏んでいく体勢、一旦3番の奈良本岩北日本勢引きました。先頭2番の浅沼清人、奈良番車の新井亮太郎がまた4番手で下がって、今度は北日本勢が行きます。バックストレッチ、ジャンが鳴って残り1周半を切って、2番車浅沼清人は4番手に下がって、奈良番車の新井亮太郎は7番手で巻き返しを図りますが、まだ7番手、3番奈良本岩が主導権を取ります。今 400m を切りました、北日本勢が主導権です。3番4番6番中段4番手2番の浅沼清人、7番新井亮太郎がまだ前段波を受けながら、まだ仕掛けられず2コーナーからバックストレッチ、1列棒状のまま最終バック 200m を切りました。3番奈良本井が全力で2センター、後ろは4番の10番時期を北日本勢のペースで帰ってくる、第4コーナーまた後方の自力タイプはまだ動かない、3番の奈良本井が粘る、番手は4番の10番時期を外から5番車藤原清隆が突っ込んできました。東北勢が動きました。
5番の鈴木博人に2番の須田大光、5番2番この2者が上がっていきます。打掌周回1センター、遠くの2人がここは上信越を抑えに上がってバックストレッチ。ここで9番佐野清太の出番となります。ジャンが鳴って残り600を切りました。難関勢4者が出て2センター、引いて5番鈴木博人は5番手、6番轟木さなりは7番手の展開。4コーナー余ってホームステッチ、まだ流しています。9番佐野京太流し気味に今 400m を切って1コーナーです。徐々にペースを上げていく9番佐野京太、9番1番7番4番難関勢4人で結束して2コーナーからバックストレッチ。6番轟木が降下しかけるも6番手で止まっています。5番の鈴木博人まだ5番手、200を切っての3コーナーからセンター。5番の鈴木博人が仕掛ける、現在3番手から4番手、4コーナーまた4番の湯浅がブロックしている。センター9番の佐野京太、後ろは1番の山下武史、佐野京太が粘り込んだ。第5レースの駅予選競争、8番の和田義嗣が動きました。まずは関東勢が上がります。8番和田義嗣が2番車小野裕二を抑えて第2コーナー、すぐに引いたのは2番の小野裕二、今度は5番の佐々木隆が上昇。佐々木隆が上がって関東勢を叩いて先行体制に持ち込みました。ジャンが鳴って残り 600m に2センターです。ここですかさず2番の小野裕二が仕掛ける。6番の河野順が一瞬離れました。第4コーナー上がって今ホームストレッチ、5番の佐々木隆が主導権です。河野順が2番の小野裕二の2番手にもう一度突き直して400を切って2枚1センターから第2コーナー、逃げる5番の佐々木隆、外並走から2番の小野裕二が仕掛ける。小野裕二のダッシュに6番河野順が離れた。8番車の和田義嗣が2番車の小野裕二の後ろに乗り換えて2センターから第4コーナー、5番の佐々木隆先頭、外に2番の小野裕二、さらに外から突っ込んでくれる8番の和田義嗣だ。和田義嗣が先頭、そして追走3番の川口光代、8番3番野田源一も7番の柳田を牽制しながら一旦前に行きました。打掌周回に入って1コーナー、8番のかけりマシンが車を引いて3番手、アウトコースから行くのは難関勢です。野田源一が踏み込んでフェイクをかけながら車を引きます。ジャンが鳴って残り 600m、 難関勢に乗っていくのは4番の森山智則、野田源一は5番手まで引いて、これで8番のかけりマシンが後手を踏んでの現在7番手、巻き返しを図れるか。8番車かけるマシンや中段絶好の位置は1番の野田源一、400を切っての1コーナーから今第2コーナーに行く。7番車矢田和樹がペースを上げて中段4番手から4番の森山智則のアタック、短期に行った森山智則が難関勢を捉えて先頭に立っていく。2センターから第4コーナー、後続を引き離していきます。4番の森山智則一発決めました。まくりを決めての4番森山智則、そして3番エブリノボルト、9番須藤誠、今打掌周回に入りました。中四国勢が埼玉東京勢の横まで上がりました。5番の川村正明は車を引いて、今度は3番の八谷正俊が動きました。第2コーナーからバックストレッチ、2番の山本直を抑えに行く3番の八谷正俊、2番の山本直はジャンで引きました。残り1周半の攻防にセンター、ここで5番の川村正明が積極的に早めに仕掛けていく体勢。第4コーナー回りました。3番の八谷がペースを上げる、5番の川村正明が外から反撃体勢、東京の2人が上がっていく、2車で行きます。3番の八谷も抵抗する。第2コーナー八谷がぐんぐんとペースを上げる、5番の川村は行ききれない。今度は2番車山本直の出番となった。残り200を切ったの第3コーナー、2番、9番、4番の中四国で3車が出ていくのか。いや、ここは4番の三井車絡まれた。第4コーナー丸、先頭は2番の山本の、後ろは9番の伊藤雅彦だ。伊藤雅彦が捉えてゴールインです。9番、2番、そして4番が取り。を睨みながら今赤番を通過、南順は2番手の外で
さあ仕掛けるタイミングを図って2コーナー、一番の新山も踏み込んで、外から3番の南順が抑えて前に出ました。一番の新山は2番手で粘っているような感じ。ジャンが鳴っています。2センター、一番の新山が前を救おうと構えていますが、ここは南順が前に出て後ろで粘る新山、外に9番の上田順、 400m 切ったところで流している3番南順を見て、4番の上幸宏が叩いていく。さあ上幸宏が叩く、気づいた3番の南順も踏み込んだ。南順が4番の上幸宏を出させず200を切っての3コーナー、その後ろに4番の女王が2番手でハマった。3番手2番の宮地電工、4番手1番の新座正史で4コーナー回りました。先頭は3番の南順です。南順が先頭、後ろを引き離しています。先頭でゴリンです。2着の争いは接戦、2番宮内と4番上幸宏。3番工藤文彦が上がっていきました。東北勢の横まで上がっていく3番工藤文彦。6番の相澤リーは引きました。1番桐山慶太郎は3番手のアウトコースに上がって、第2コーナーからバックストレッチ、前を抑えに行きます。桐山慶太郎、地元勢がジャンで先行体制。ここで8番車の石口慶太が仕掛けます。2センター、中部近畿勢が仕掛ける。これを確認して1番の桐山慶太郎は出させての3番手。今 400m を切りました。8番の石口慶太が思い切り行きました。後ろ2番の原俊二です。8番2番中部キングで2車身離れて1番の桐山慶太郎、現在3番手。バックストレッチ。3番工藤文彦が6番手。6番の相澤龍8番手で200を切ったのにセンター。1番の桐山慶太郎が行く。第4コーナーまた2番の原俊二が弾く。先頭8番の石口慶太が粘る。外から伸びてきたのは3番の工藤文彦です。3番工藤文彦直線一気に伸びました。そして6番の相澤龍。松岡健介も動いて前に行って、さらに前に行ったのは2番の石澤仁平です。2番7番3番手4番手は近畿勢、そしてアウトコースから行くのは5番の小川慎太郎です。小川慎太郎が仕掛ける。2番の吉田仁平が合わせるのか、いや引きました。ジャンで主導権を取ったのは5番車の小川慎太郎、後ろは1番の岩津雄介、3番手6番の西川近之です。2番吉田純平は4番手、8番の松岡健介6番手、そして4番小坪小松崎大地は8番手です。 400m を切りました。5番の小川慎太郎が行きます。第2コーナー車間を切りながら1番の岩津雄介、4番手から仕掛ける2コーナーからまくり放った2番の吉田純平のアタック、現在3番手から2番手で上がる。待ち構える1番の岩津雄介がブロックした、ブロックをこらえるか、2番のもう一度ブロックをもらったんですが、2番の吉田純平が踏み直して先頭になった。吉田純平先頭、そして1番の岩津雄介、2番1番外に8番の松岡健介、2番吉田純平のまくり勝ち。